皆さんこんにちは。僕が見たかった青空の塩釜奈々です。伊藤ゆずです。今回の企画は題して、大喜利に強くなろう。イエーイ。あのゆずちゃんさ、あのこの前の LINE レース企画、ですごい大喜利の回答してたじゃないですか。弥生時ですよね。はい、はい、お、ゆずちゃんが書きました。書きました。はい。縄文時代にヒットした映画のタイトルを教えてください。弥生時の作り方。ちょっと待って、ゆずちゃんメンバーにもコメントでも散々、あの結構いじられてたので。あ、そうだね、はい、そうそうそう。今日はね、大喜利の修行をして、みんなを見返してやろうじゃないかという企画なんですけど、はい、そこで今回は先生をお呼びしております。寺田博明さんです。どうぞ。お願いします。お願いします。どうも、ピン芸人の寺田博明です。よろしくお願いします。ありがとうございます。寺田博明さんですが、 R1 グランプリの決勝進出経験もある実力派芸人さんで、大喜利が面白いということでも有名な芸人さんです。あの大喜利の人たちの YouTube も私たち拝見、ありがとうございます。いただきました。とても面白かった。そんなものを見ていただいてると。あんな地下でやっている大喜利を我々が。ちなみにゆずちゃんが答えた大喜利、寺田さんにも答えてもらえますか。お願いしたい。前回ちゃんと見たんですよ、動画。ありがとうございます。見たんですけど、なんて答えてたんでしたっけ、結局。弥生時の作り方。これな、結構俺すごいなって思ったんですよ。やったあの、俺らじゃ出せないというか、弥生時代って縄文の次じゃないですか、その未来の話してるんですよ、このこの映画。はい、難しいね。大喜利難しいんだよな。難しい。はい、いきます。縄文時代にヒットした映画のタイトルを教えてください。やっぱこういうお題ってもう今ある映画をちょっともじるとかが分かりやすいんで、あの、変な縦穴住居っていう。おお、すごい。なんだっけ、変な家の。変な家。変な家。すごい。また書いてくれる。縄文時代にヒットした映画のタイトルを教えてください。ノーモア土偶泥棒っていう。おお、すごい。あ、すごい。え、なんかいいと思う。いいかも、私も。すごい。こっちも緊張するんですよ、これ。今日は寺田さんみたいに大喜利に強くなりましょう。はい。それでは、スタート。さあ、ということで、本日大喜利のお題を5つご用意しましたので、はい、ちょっとやっていきたいと思いますけれども、はい、早速、準備ですか。うわあんまね、ちょっと緊張しすぎないでというか。わかりました。あの、もうとにかくもう出す。出す、楽しくやりましょう。はい、はい、ということで、じゃあ1問目参ります。はい、僕青の100枚目のシングルのタイトルを教えてください。僕青の100枚目のシングルのタイトルを教えてください。これはもう自分たちに関するお題ですからね。僕らはね、お笑いだから普段からこういうこと考えてますけど、なかなかね。はい、あ、早い。いきましょう、伊藤さん。僕青の100枚目のシングルのタイトルを教えてください。年金について考える。あ、いいですよ。あ、いいですか。いいですよ。青空について考える。いいですよ、そういうことですよ。デビューシーン。だからさっきの映画のやつと同じで、元があるって、自分たちの曲をまず思い浮かべて、それをちょっといじるとかが伝わりやすかったりしますね。お二人はあれですか、ホワイトボードで大喜利やるのは初めてですか。前の私は画用紙に、はい、まあ、書いて一個だけ、はい、もう1問だけしか、って感じ。塩川さんは完全に初めて。初めてです。わ、ね、ちょっとじゃあコツを言いますね。ちょっとなんとかなんとかだとぐらいのタイミングで、この文末ぐらいでボードを出す。あ、確かに最初から見えてるともう読めちゃうんですよ。あ、からこの文章の読み終わりぐらいでトンって出してあげると、はい、ちょうどいいタイミングになります。お、教わらなくていいことを今教わってる。またもう全然関係ないことを言うっていうのもあります。お題一回忘れて、ただ自分の好きな言葉書いてみてもいいかもしれません。出したら当たるかもしれないっていうね。はい、まあ、出してみましょう。伊藤さん、いや、僕青の100枚目のシングルのタイトルを教えてください。寿司。いや、いいっすよ、こういう、いいんですか、このぐらいでいいっすよ。このぐらいで。やっぱ笑うもん、俺だって。100枚目のタイトルを教えてくださいって言われて、寿司って言われたら笑うもん。書けました。いきましょう、塩川さん。はい、僕はこの100枚目シングルのタイトルを教えてください。はぁ、あ、もう曲書けない、どうしよう。
オッケー、グーグル、作曲の仕方教えて。それをタイトルにしちゃったんだ。あ、いいですよ。これも結構テクニカル。出す前にちょっと喋ってから出すっていう、ちょっとテクニックも入ってて、はい、いいですね。上級者っぽい。ありがとうございます。はい、ということで、まあね、このお題は結構やっぱり自分たちはやっぱ自分たちの曲に詳しいじゃないですか、うん、はい、けどこれがどのぐらいまで伝わるかとか、この曲のこの部分をいじったら伝わりやすいとか、うん、意外とそういうところを選ぶ必要があったりするんですよ。だから普通にファンの人は見て分かった回答だと思う。これは、さあ、それでは続いてのお題参りたいと思います。この人の前世マジシャンだな、なぜそう思った。この人の前世マジシャンだな、なぜそう思った、と。はい、泣いてる。まだ2問目だけ。ぐっと大喜利っぽいお題になりましたね、これはね、はい、うん、さっきより難しいかもしれないです。2人がマジシャンどのぐらい知ってるかですよね。これはかけました。はい、じゃあしょうがまさんいきましょう。この人の前世マジシャンだな、なぜそう思った。公園にいるとハトが寄ってくる。あ、いいですよ。おー、そういう人もいるけど、普通にその日頃餌あげてる人の可能性もあるけど。いいですよ。でも要素は、はい、いいですね、ハト。はい、はい、じゃあ伊藤さんいきましょう。この人の前世マジシャンだな、なぜそう思った。路上でマジックをしているのを見ても全く驚かない。もう、ね、自分が慣れてるからね。そう、うん、字が綺麗です。あ、ありがとうございます。寺田さんがこの話題だったらどういう回答しますか。緊張するんだよな。マジシャン、はい、あ、この人の前世マジシャンだな、なぜそう思った。コンビニとかで一回お札の表裏を見せてから支払う。あー、すげー、面白い。なんでそんな、なんで。そのマジシャンあるあるですね。その手品師とかマジシャンがやりがちな行動とか、なんかよく言ってるイメージのあるセリフとか、そういうのをちょっと思い浮かべてみる。あとはこの人の前世マジシャンだなっていうのはマジシャンしか考えることがないから、自分の中で場所を決めちゃうとかっていう手があるんですよ。まず大喜利考え始める前にマジシャンっぽい人がどこにいたらいいかとか、マジシャンのあるあるからいくか、まず場所を決めてみるかみたいな。すごい、頑張んないと。ね、難しいですよね、こんなこと言われてもね。書けました。お、行きましょう、伊藤さん、はい、この人の前世マジシャンだな、なぜそう思った。トランプを切ってもらったら1枚消えていた。あ、いいですね。切るときに消えてんだもん。あ、消えてもちょっと早いですけどね。書けました。はい、塩鴨さん行きましょう。この人の前世マジシャンだな、なぜそう思った。口からガムを出すときにめっちゃ大きく口を開ける。あ、いいですね。バンコッキーみたいな。あ、そういう、惜しいな、なんか。あ、このバンコッキーがめっちゃいい、うん、いいところに目をつけてるんですよ。ガムがベストだったかって話ですね。まあ、前世とは言ってるんですけど、そこまで厳密じゃなくてもよくて、例えばもう何かをしてるときに口からバンコッキーが出ちゃうとか、もうそこまで分かりやすくしてもいいかもしれないです。確かに目のつけどころが良くなってますね。あ、本当に、はい、すごく、はい、日本語がちょっとわかんない。まあ出してみましょうか。はい、はい、伊藤さん行きましょう。この人の前世マジシャンだな、なぜそう思った。のスプーンを持ったら全部折れる。あ、いいです。いいですか。いいです、合ってます。合ってる、合ってます。合ってた。はい、はい、正岡さん行きましょう。この人の前世マジシャンだな、なぜそう思った。服の試着をするときに右の部屋に入って行ったのに左の部屋から出てくる。いい、めっちゃ面白い。いい、いいですよ。やった。そう、やっぱそのぐらいありえないって面白いですやっぱり。言われたアドバイスを取り入れるのが早いですね。なんか笑ってもらえたらちょっと嬉しいな。はい、ということでどうでした、マジシャンの要素思い浮かびましたか。アドバイスいただいてからちょっとずつイメージしやすくなって、だんだんぽくなってきましたよ ね、 ね。あとはちょっと味付けができるといいかもしれないですね、うん、例えば最後 の、 スプーンを持ったら折れるっていうのも、うん、どの時にスプーンを持ったら折れたかみたいな、うん、細かいディティールまで書くとなんか想像しやすくなって面白いかもしれないとか、うんうんうん、でもすごい2人ともなんか上達してる感じがします。はい、それでは続いてのお題参ります。アニメ化した令和版桃太郎にありそうなことを教えてください。アニメ化した令和版桃太郎にありそうなことを教えてください。なんだろう、まあね、桃太郎のお題ってやっぱ大喜利とか出やすいんですけど、令和版で
しかもアニメ。これだからちょっと考えること3つあるかもしれないですね。アニメでもあるし、令和でもあるし、桃太郎っていう、まあ、全部使い切らなくてもいいかもしれないです。はい、書けました。しょうがまさん行きましょう、はい、アニメ化した令和版桃太郎にありそうなことを教えてください。話のオチでお供がイマジナリーフレンドだったことが判明しました。あ、すごい、想像上のというか、実は一人で鬼を倒していた、うん、すごい。塩鴨さん強いんじゃないですか、もしかして。本当ですか、俺もやろうかな。お願いします。はい、はい、伊藤さん行きましょう、アニメ化した令和版桃太郎にありそうなことを教えてください。あの動物の仲間を集めるときに、きびだんごじゃなくてスマホをあげる。あげるんだ。持ってないかなと思って。そもそも複数台持ってて、はい、あげんだ、はい、はい、アニメ化した令和版桃太郎にありそうなことを教えてください。なんかコンプラ的に暴力が振るえなくなったんで、最終的に鬼を論破して終わった。すごい、面白い、すげー。はい、はい、伊藤さん行きましょう。アニメ化した令和版桃太郎にありそうなことを教えてください。おばあちゃんはカフェ、おじいちゃんはゴルフ。ゴルフしてんだ、おじいちゃん。すごい優雅だな。お金持ち。私考えました。はい、翔子さん行きましょう、アニメ化した令和版桃太郎にありそうなことを教えてください。桃がドローンで運ばれてくる。あ、いい、いい、はめ込むのがうまいですね、こういう現代ワードとか、うん、要素をはめ込むのがうまい感じがします。はい、はい、アニメ化した令和版桃太郎にありそうなことを教えてください。犬猿記事が、すみません、きびだんごタイムっていつ始まりますか。もうすぐ始まります。わあ、楽しみだ。すごい、それ私たち大好きなんですよ。やったんです。あ、よかった。最近完コピしてます。え、そう。自分たちの声でね。めっちゃ嬉しかった、ね。はい、ということで、いかがでしたか、やってみて。でも令和ってこともあって、うん、割と考えやすくはあります。そうですね、身の回りの、うん、最近のことですかね。次は少しまた違った種類のお題にいきたいと思います。はい、はい、カーナビにブチ切れた、どうして。ーカーナビにブチ切れた、どうして。カーナビもね、これなんか自分が運転しないとあんまりピンとこないかもしれないですよね。持ってます、私たち一応。はい、じゃあカーナビはなんとなくは、はい、あ、いいですね、じゃあ。はい、お父さん行きましょう、はい、カーナビにブチ切れた、どうして。カーナビの音声がドナルドダックの声。聞き取れないもんね。あ、そっか、すごい、書けました。塩鴨さん行きましょう、はい、カーナビにブチ切れた、どうして。カーナビの指示に従っても毎回心霊スポットにたどり着く。毎回絶対行かされるの。やば、最悪の心霊スポットしか行けない。お、はい、はい、伊藤さん行きましょう。カーナビにブチ切れた、どうして。あのシンプルに画面が暗い。めっちゃやだ。めっちゃ面白いな、これ。やった。やだもん。はい、伊藤さん行きましょう。カーナビにブチ切れた、どうして。ガソリンが少なくなるとホタルの光が流れる。ちょっと違うかも。いや、いいですよ、このぐらいのを堂々と出していいと思います。あ、やっぱ音声とか道案内とか、うん、元のカーナビの機能が少ないじゃないですか、うん、だから後半ぐらいになってきたらもうそのカーナビの仕事じゃないことやってもいいですよ、ね、このぐらい、はい、堂々と出しましょう、これは。はい、書けました。じゃあ、ごまさん行きましょう。カーナビにブチ切れた、どうして。 AI 機能付きのカーナビで彼女とドライブデートをした時に元カノといった場所の話をしてくる。やだな、勝手なことして。ここ良かったよね。良かったよねとか。はい、どうぞ行きましょう。カーナビにブチ切れた、どうして。高速に乗るとマツケンサンバが流れる。おもろ。やった、いいですよね、マツケンサンバってずっと面白いよな。はい、いや、2人ともなんかどんどん回答出るようになってて、お、始めた頃とちょっと違いますよね。なんかリアルにこの期間に成長してる感じ。すごい嬉しい。とにかく書いてみようっていうのを、うんうん、思えるようになってきたので、あとは堂々と、うん、あ、そうですね、したいなって。堂々と出すのが大事です、これ。はい、ちょっとやっぱ大喜利へのちょっと苦手意識みたいな消えてきました。うん、なんか消えてきました、うん、お、とりあえず出すぞ。いい、ね、そう、とりあえず出す、うん、めっちゃ大事、とりあえず出す。これが大事です。最後のお題に
参りたいと思います。パンダが進化するとどうなる？パンダが進化するとどうなる？これは相当フリーなお題です。今までみたいに要素を使うっていうよりかはかなり自分の中にあるものを使うっていうお題かもしれないです。はい、早い。伊藤さん行きましょう。パンダが進化するとどうなる？黒と白が混ざってグレーになる。あ、いいですよ、いいですよ。パンダの要素も使えてる。お二人は、絵は描ける人ですか？普通ぐらい。普通だったら描いてもいいかもしれないです、ね、絵うまいとね、一番強いんですよ、大喜利。結局はい、描けました。岡本さん行きましょう。パンダが進化するとどうなる？パンダがパンパパンとタンバリンを叩くようになる。パンダかこいつ。こいつパンダか。伊藤さん行きましょう。パンダが進化するとどうなる？パンダが頭良くなって自分のグッズとかなんかコラボ商品とか出す。これはパンダのアイス。自分で自分の。はい、あのさ、床さ掃除してくれるやつってなんてやったっけ？ここさ、ルンバ。かけました。じゃあ、ごまさん行きましょう。パンダが進化するとどうなる？飼育員さんが掃除する時間を省くためにルンバをおねだりする。ちょっと ルンバが聞こえてたんで全員に。はい、はい、伊藤さん行きましょう。パンダが進化するとどうなる？よくタイヤとかで遊んでるイメージがあるので、そのタイヤで新しい芸を覚える。すげえ、すごすぎる。上で歩いてこうファンサービスみたいな。この絵が可愛いです。嬉しい、ありがとうございます。はい、ということでどうでしたでしょうか、パンダお題。パンダちょっと難しかった、うん、やっぱちょっとね、自由度が高すぎるっていうのが特に難しいのかなって思うんですけど、やっぱさっきみたいに絵が描けると得だなっていうふうに思って、この短い時間でさっと描ける絵を練習しておくとかは使えるかもしれないですね、うんうん、はい。寺田さんに大喜利教えていただきましたけど、ゆっちゃんどうでした？うん、本当に寺田さんのアドバイスがすごくて、大喜利を少し知ることができたかなって思いました、うん、伊藤ゆずイコール大喜利になった気がします。なった多分思ってるかもしれない、うん、本当思ってるかな、先生のアドバイスがすごくなんか分かりやすくて、そう、メモしたか。わかるわかる。ここにメモしても消えちゃうので、ちょっとまた後で動画を見返してメモをしようかなって思いました。寺田さん、私たちの大喜利どうでした？いや、本当に最後の方の問題に行くに従って2人がもうどんどん手数が増えてきて、うん、大喜利慣れをこの短い時間にできたんじゃないかなっていう気がして。今日のベスト回答ってありますか？あ、難しいな。2人のタイプが全然違ったんですよね。塩釜さんはアドバイスを受け入れるのがうまいというか、綺麗な大喜利をできるようになってきてて、で伊藤さんは自分の好きにやった方が伸びるタイプかもしれないです。ベストで言っちゃうと、カーナビのお題の画面が暗いがめちゃくちゃ面白かった。面白かった。あれがやっぱ急に出てくるのが面白くて、あれって多分教わっても出ないんですよ。怖がらずに堂々と出すっていうのをやるだけで、伊藤さんはもしかしたらその自分の中にあるものを堂々と出していることが面白くなってくるような気がするので、で塩釜さんは塩釜さんでやればやるほど多分上手くなります。もうまっすぐ答えられる人と、たまに変なこと言う人みたいな感じで、なんかいいバランスかもしれないですよ、2人が。じゃあこの2人で大喜利出れるかもしれない。今ね、寺田さんに押してもらったからさ、ね、人ってこんな大喜利やれるようになるんだっていう、なんかちょっと感動しました、はい、ということでこれからも精進していきましょう。それではバイバーイ。キジ、鳥、猿、キジ、犬。キジと鳥は一緒です。猿、犬、キジです。あれ、あともう一人いました？いないです。あ、3人なんだ。3人だっけ？桃太郎はあんま知らない。